はい、こんにちは。天町店スタイリングの匠の山本匠です。天町店店長の田中です。今回はですね、夏に大人気のジェットモヒカンをスタイリングやらせていただきます。お願いします。ちょっとドライヤーする前になんですけど、うちで使ってるコタスタイリングベース B5 っていうね、クリームタイプの洗い流さないトリートメントをつけていきます。こういう感じですね、クリームタイプの。しっかり伸ばして髪の毛全体にまんべんなく。僕ブリーチ毛なんで、これつけなドライヤーした時も髪の毛めちゃめちゃ引っかかるんで、これつけて乾かすとめちゃめちゃサラサラになるんで。じゃあドライヤーしていきます。ジェットモヒカンはドライヤーが大事で、一旦とりあえず後ろから乾かしていきます。しっかり根元を中心に、ある程度乾いたら前髪の方をカットしていきます。目と目の間のこのラインの真上に上がったところをギュッとコントロールちょっと当てていきます。当てて冷まします。冷める時に形がつくんで、冷ますっていうのがすごい大事になってきます。で、離してあげるとこんな感じで立ち上がってくれる。ジェットモヒカンというのはね、横から来てこうギュッと高さがある程度にこうつながるんですけど、こう来てこういう感じで、横の毛は一旦こう下にシュッつながるように乾かしていきます。こういう流れがこういう、この逆側ですね。ここで一番こう高さが出てるんで、徐々にこう降りていくような感じで乾かしていきます。そしたら真ん中一番こう立ち上げた部分ですね、この上をボリューム出すように持ち上げて、ここに風を当てていきます。で、冷まします。で、やるとかなりボリュームが出てくれる。もうすごいボリュームが、こういうほうきありますよ、悪口。そしたら立ち回り足りやすいんで、ここをボリューム落とすように上から風を当てて冷まします。それを両サイドやっていきます。こんな感じ でちょっとワックスつけていきます。じゃあ今日使うスタイリング剤、こちらコタスタイリングマットですね。すごい説得力が強くて、立ち上げる髪型やったりとか、無造作な束感とかも結構出てくれるんで、マッシュとかにもめちゃめちゃ合うワックスですね。トリートメントも入ってるんで、かっこよくなりながら髪の毛もケアしてくれるハイブリッドなワックスでスタイリングさせてもらってます。手のひら全体に伸ばしてもらって、後ろからしっかりワックスつけるときはボリュームを出すようにつけていきます。髪の毛全体に前髪とかもしっかりつけてあげてください。ワックスのなじませがすごい重要で、まあ、2分間ぐらいしっかりこうなじませてあげると、束感やったりとか動きが出ます。ちょっとだけ足します。束感を強調したいときとか、動きをもっと出したいというときはちょっとつけ足してあげます。ついてるところとついてないところで分かれてしまうと、質感の差って言って結構はっきり出てしまうんで、全体にしっかりとつけてあげてください。じゃあこのつむじを起点に、放射状って言って振りながらボリュームを一回落としていきます。では斜めや斜め、横へ、まあ、放射状に下ろしてもらったら、ここからシルエットっていうのを作っていきます。ひし形が一番こうかっこよく見える形なんですけど、まあ、トップですね、ここにボリュームが出て、ここがこう押さえられるとシルエットができるんで、ちょっとそれをこだわって、まず前髪ですね、こう先に前髪を作ったら、まあ、トップの毛と前髪をこう繋いでいく感じで、ボリュームをちょんちょんと出してあげます。こんな感じで、後ろの方もこの下の方ですね、メリハリをつけるためにちょっとこうボリュームを抑えます。そしたら、まあ、あとはもう微調整なんですけど、なんか太い束とかを持ってもらって、こうずらすイメージですね、ずらすずらす、こういう感じでやってあげると、束がちょっとこうシャープになってよりかっこよくなるんで、裂いてあげるのがポイントですね。ちょっとほぐすことでふんわりとした自然な束感ができてくれるんで、裂きまくる。後ろは、後ろどうやったの？多分後ろって分かりづらいと思うんですよ。簡単にできる方法をちょっとお見せします。一回こうボリュームを出してもらって、一旦下ろしてもらいます。そしたら手をこういう感じで受けてもらって、中央にちょっとこう集める感じで、自然にここに丸みが出てるのが分かると思うんで、これやってあげると横から見た時のシルエットがかっこよくなるんで、ぜひやってみてください。ほんでここから感覚になってしまうんですけど、ここ太いなっていうところがあったら裂いてあげるっていう感じでございます。というわけで、今回はジェットモヒカンのスタイリング講座でした。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。